ファクトキャスへようこそシンです試合に向けてファイターは作戦っていうものを立てます。それは対戦相手の特徴を向こうにしながら弱点をついていく計画です。相手が強いほど作戦を立てる重要性は高まるけど、相手が強いほどいい作戦を立てるのが難しくなります。そこで The Big Question 質問は井上尚弥と試合をするんであればどんな作戦を立てればいいのか ドネアとロドリゲスは、井上のパワーと圧力を、パワーと圧力で勝負したけど、最終的にうまくいきませんでした。いい作戦ではなかったです。パヤノは、まあ、どんな作戦を準備していたのかは見られなかったです。 ポール・バッタラーは腕を伸ばすと開いちゃうので、パンチを打つよりも両手でガードしました。それでも KO した井上直哉はすごいですよ。要はモンスターと戦って成功したボクサーは一人もいません。そして実際弱点が見られた瞬間は少ないし、判定まで戦えたボクサーもわずかなので、 いい作戦を立てるのはマジで難しい課題ですそこで自然に僕が考え始めたのはスティーヴェン・フォーテンはどんな作戦を立てているのかどういう井上対策を準備してリングに上がるのかそしてこの試合に関してフルトンはアウェイとして戦うことも意識しないといけないので井上対策プラスジャッジのダブルトラブルにぶつかってますまあジャッジは井上よりフェアじゃないなどあーだこうだ言いたくないけど 事実はアメリカ人が日本で日本のナンバーワンスタートを戦います。運が良くフルトンがこれに関して語っているインタビューを見かけたので、今日はそれについて話していきたいと思います。そのチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてください。そしていいねボタン、this one right here、それもスマッシュしてください。よろしくお願いします。まずインタビュアーはフルトンに日本開催の条件を受けた決意を聞きました。二団体統一チャンピオンはあなた。 これは井上のスーパーバンタムデビュー。なんで日本でタイトルを防衛するのと質問して、フルトンは。I need excitement.I like it when people think my back is against the wall.That's when I come alive.exciting だから。周りに無理と思われている時が好きなの。そういう時こそ生きている感じがすると答えました。僕の過去の動画を見てる方はもう知ってると思いますけど、フルトンって いい意味でかなり行かれてます。よく言いますと、まさにファイターです。そこは本当に尊敬できます。フルトンのような、どこでも、どんな相手とでも戦うチャンピオンがもっといれば、ボクシングがどんどん盛り上がるのは間違いないです。まあ、そういう流れでインタビュアーは、Do you think you can win a decision in Japan? 日本で判定は勝てると思いますかと質問して、フルトンはこう答えました。 I feel when you take those kind of trips, you don't just go over for the decision. こうやってアウェーで戦うとき、判定に期待できないでしょう。フルトンはフェアなジャッジングに期待してないということです。これは井上応援でも、フルトンが嫌いだとしても、ボクシングをよく見てる方は理解できると思います。状態はちょっと違うけど、ロマチェンコは VS ヘイニーの試合後のインタビューで、 ポイントで勝っていたと思ってたから、ラストラウンドは攻めを緩めたと言っていました。多くのボクシング専門家とボクサーたちもそう思っていたけど、実際はジャッジのスコアカードで負けていました。この内容をもっと詳しく知りたい方は、ロマチェンコ VS ヘイニー、海外の反応という動画を見てください。とにかく、フルトンはこういうのがあると知っていて、VS 井上ナイアに関してフェアな判定に期待していません。 ま、これを聞いて、フルトンは井上を倒しに行く。KO を狙って戦うと思ってしまいますよね。だけど、その発言の後、that, like, yeah、でも、判定まで行ったら、それでも勝てるよ。とフルトンは言いました。ちょっと不思議と思いません判定に期待してないけど、判定に行ったら勝てる。それはね、 ある意味真逆なことを言ってるので、最初これを聞いたとき僕は、はって思いました。だけど、続けてインタビューを聞くと、フルトンの言葉を理解しました。インタビュアは,は、どんな試合展開を予想していますかと聞いて、フルトンは、I feel like I'm going to show swag, style, class.I feel like I'm going to outclass him, スタイルのある。 かっこいい派手なパフォーマンスを見せると思う。井上との差を見せつけると予想している。それからフルトンはこれを言いました。真の新しい企画。激アツオッズ知ってますか自信を持って予想を当てられるオッズを見つけたら、それを皆さんに紹介する企画です。現在、的中率はなんと100%です。 今回おすすめする激アツオッズは6月11日に行われる UFC 女子バンタム級タイトルマッチ。アメンダニューネス vs アイリーン・アルダーナーです。メキシコ出身のアルダーナーはガードを固めてタフネスと手数で相手を崩していくファイターです。パンチが細かくてコンパクトなんですけど、 ヌーネーズを押し返すパワーが不足していると思います。ということで、ヌーネスが強烈なローキックとキャーフキックで足の踏ん張りを取って、女子と思えないようなハンマーパンチを効かせるのが想像できます。 寝技でもヌーネスが有利なのでタックルを狙っていく可能性もありです。僕はアマンデン・ヌーネスの判定か TKO 勝利を予測しています。最初ヌーネスのオッズは1.3でしたけれども現在1.27です。試合が近づくとオッズがどんどん落ちていくパターンを予想しているのでベットしたい方は今のうちです。概要欄に貼っている Ryzen 公式スポンサーオンラインブックメーカーの特別 URL をアクセスして10ドルのフリープレゼントをゲットしてください。 He has taken over check it out! Back I feel like the power is not going to matter to me. Power don't just win fights. I don't think Inoue has any power. He can't a match The power might matter to the fans, but who has he thought of my style? He hasn't seen anyone that can mix it up. I have a style for every fighter. The fans highly appreciate power, 井上は俺のようなボクサーと戦ったことはない。僕はどんなボクサーに対抗するファイトスタイルを持っていて、戦い方も混ぜていける。I'm smart.How do you think I got here?It's my skills, my mindset, speed, slickness. 俺はスマートだよ。どうやってここまでたどり着いたと思うスキル、マインドセット、スピード、優れたテクニックを持っているから。フルトンの発言を聞いてどう思いますか 舐めている。生意気。調子に乗っている。いろんな取り入れ方はあるけど、確実に言えるのは、フルトンは井上直也のパワーを恐れていません。そしていろんなテクニックとファイトスタイルを混ぜて、井上をアウトクラス。圧倒すると言ってるので、絶対に勝つという自信も持っています。だから、こういうことです。結果としてボクサーが判定で勝っても、判定を狙って戦ったことにはなりません。 判定で勝つまたはアウトポイントする意識と相手を圧倒する意識で戦うのは全く違うメンタルなのでその違いだけで試合内容はかなり変わるのは間違いないです井上サスフルトンの試合になるともしフルトンが勝つとしたらもしもですよ井上を倒すのは絶対ないので判定になりますだけどフルトンの作戦はアウトポイントするよりも技術とテクニックで圧倒する どう見てもフルトンが勝ったとジャッジに思わせるようなパフォーマンスを見せに戦いますそこで何が起こるかわからないけどマジで試合は超楽しみです皆さんはどんな試合展開を予想してますかフルトンの発言を聞いてどう思いましたかコメントでお知らせくださいそのチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてくださいそしていいねボタン This one right here それもスマッシュしてくださいよろしくお願いします ちなみに井上戦がフルトンの初海外試合と言われてるけど、まあ、プロ戦は実際そうなんですよ。だけど、実はアマチュア時代、17歳の時にフルトンは一人でロシアに飛んで USA、アメリカを代表して大会に出ました。もう一回言いますよ。アメリカ人が一人でロシアに行ってボクシング大会でアメリカを代表しました。それはかなりのメンタルが必要です。 だって、普通に怖いじゃん。まあ僕はロシアに行ったことないからね。これはただ差別的な発言になるかもしれないけど、アメリカを代表してロシア開催のボクシング大会に出るのは、どう言えばいいんでしょうか。逆に優勝したらやばいかも。フルトンはそういうクレイジーなものをやる人なので、日本で井上直也と戦うのは彼にとって、ねっ、ていう感じなんじゃない あと、イタリアで WSB というセミプロって言おうか、うん、その大会にも出ています。WSB はアマチュアボクサーがプロとして戦えるけど、アマチュアステータスを保つ大会です。だからオリンピックにまだ出られるっていうこと。だからフルトンはアウェイとして戦う雰囲気、移動中の減量の仕方、食事はどうすればいいのか、何をどうやって準備しないといけないのか。 そういうい経験をしているので井上戦は問題なくやっていけます。い。